で、先ほどちょっと言おうと思ってたのは、その性別障害については戸籍の性別変更の議論があったんですけども、それは一つおそらくセクシャルマイノリティに関係する議論で、法制化された大きな一歩だったわけですけども、それに小野宮さんが関わっていたと思うんですが、多分話し合っても非常に長くなるんですけども、その法を成立させる、まあ、あれはそれこそある種驚きを持って迎えられたわけですけども、その時にその決定的なこう力となったというかものって何でしょうか。すいません、全然そんな話を振るとは約束してなかったのに、短めに何が重要な力となったのかということを、なんか突き詰めるとちょっと抽象的な話になってしまうんですけれども、やっぱり当事者自身がある程度ソーシャルスキルといいますか、こう社会の中で、まあ、対人関係とか人を自分自身が人と接してその人を動かしていく力をやっぱり身につけるとか、そういう大事で、それができるかできないかが実はそういう。であの時は当然当事者だったらそんなことできるはずもなくて、で、法務省政治家の方とかいろいろ働きをしたわけですけれども、その時に、当事者以外にも、まあ、もともと性別障害者の医療の分野が出てきた話題でもあるので、まあ、医師の方であるとか、あとそれから音楽者の方とかも集まってきてくれたし、あとそれ以外にも、全く今まで政治家に関わっていない人で、政治の面に付き合いを持っている人とかが、全くもうゼロから協力してもらったということが、やっぱり徐々に出来上がってきて、そういう結果につながっているんだと思います。でその上ではやっぱりなんか人間関係を構築していくみたいな、すごい抽象的な一般になってしまうんですけど、でも実は当事者はそれを身につけると結構難しかったりするんですよね。なんでかっていうと、やっぱり 中学高校とかっていう先ほどの範囲の先生のお話もありましたけど、結構それなんか阻害されて友人関係がなかなか作れなかったりとか、学校とか、まあ、会社の中でもうまくいかない中でいろいろ見つけていく、やっぱりしづらい人もいるし、でもその一方でなんかそういうのが活動の中でも重要です。わかりました。教育としてでも多分今の話から思ったのは、その最近私もよく使われますし、活動の中でよく使われるアライとかアライズといいますが、まあ、セクシュアルマイノリティの狭い意味での当事者ではない人で、LGBT、まあ、セクシュアルマイノリティのこうサポートをする、協力しようとする、 LGBT が生きやすい社会を作ろうとすることに関わる人たち、アライとかアライズといいますが、そういった人たちを巻き込むことが重要かなと思っていたりもしますけども、今の話でもやっぱりそれこそ法律の専門家で当事者じゃないけれども関わっていたとか、そういったことも重要なのかなと思って聞いていました。で、東田さんにはこう日本の中でそれこそソフトバンクとかアメリカンエアラインズとか大企業がこういうものにつくというのは非常に画期的だったりもするわけですけれども、そういうところからこう、なんていうんですかね、協賛ですね、ここでは協賛とか取り付けるということで非常に重要大きな力となったというか、説得力を持ったというのはどういうことがありますでしょうか。まあ、これは私自身の座右の銘なんですけども、私が一番好きな言葉がマハトマ・ガンジーの Be the change you want to see、 あなたが思い描いている革命、変化にあなた自身がなりなさいというのを常に自分に言い聞かせておりまして、これはもちろん自分もそういうふうにこういったビジネスを始めましたし、また私の場合経営マーケティングという携わっておりますので、消費者とそれから企業様両方に接する機会があるんですけども、全く同じ言葉をクライアント様が、あるいは消費者の方に述べたんですね。消費者であれば、私は政治に関心がないからとか、私が何を言っても何も変わらないからと思うかもしれませんけど、でも自分でまず何かやってほしい、それこそゲイフレンドリーな会社の、社長さんのツイッターに一言送るでも何でもいいと思うんですね。で、自分の持っている力っていうのを過小評価しないといただきたい。それから企業様に向けたメッセージ、やはり同時で Be the change you want to see、 もしかしたら同性カップルに家族割りをさせてあげるということは、少なくとも数字の面から言ったらごく小さなものかもしれないんですけれども、それが生み出す変化ってものすごい大きなものなんですね。ですから自分たちもその一部に向かっているように誇りを持ってほしいですし、また戻りますけれども、当事者との消費者の立場からしてみれば、そういった企業を我々もサポートしていきますということをきちんとフィードバックすることによって、どん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 いい循環を作っていくんじゃないかなと思います。セクシャルマイノリティの消費者として、
まあ、アピールすることによって会社を変えることができるかもしれないということです。質問来ました。すいません、ちょっと宮田さんにくれなくて質問で、ごめんなさいって感じですけど。そうですね、いくつかあります。野宮さんへの質問です。大学の講義での学生や、まあ、たまりの教授から反対の声やフォビア、まあ、嫌悪的な反応があったりしないのでしょうか。もしあった場合はどういう反応をなさっていますか、対応なさっていますかという質問です。なければいいんですけど。すみません、実際にそういうことにあったことがないようで。そうですね、私も大学とかは教えてますけど、まあ、あからさまになんか、こうコミックな反応をするという人はいないですね。まあ、彼が何か言ってるかもしれないので、ね、それがこう、ある種の的なところがあるかもしれません。あとですね、テレビで LGBT の方が出演し、珍しくなくなった気がしましたが、テレビに出てくるこのような方はみんな男です。あれ男から女になった人とか、女性レズビアンの方、あるいは女性から男性になった人が出ないのは、テレビ側でどんな問題があるのか、踏みとどまっている理由がありますか。じゃあこれは宮田さんですかね。まあ、ハートスナックはたまたまな方が出ているので、ちょっと例外的な感じがしますが、テレビの中でどうしてもこういわゆるカッコつけお姉ちゃんとかが思い出ていたりする。で、レズビアンの人とかが出づらいと。まあ、ご自身の働いてることはそういうことないのかもしれませんが、テレビにいるものとして、そのなんか問題とか、テレビ側が躊躇する理由が何かあると思われますか。そうですね。テレビ側が躊躇する理由は、少なくとも僕が知っている限りではないんじゃないかと思うんですね。ただ、その社会の中で置かれている状況であったり、例えば今、さっきからの声を、例えば自身で語るということが出ていると思うんですけど、その多さ、少なさとかということはあるかなと思うんですけど、ただ、私たちの番組は、そのメールが会社の中で企画を通していくときに最大の強みの力になっているんですね。メールをいただくことで、こんなメールが来ているんだから番組やりますって言って、こう企画を通していく形するんですけど、そこではレズビアンの方がすごくたくさん、すごくメールをいただいているので、そのくらいについてはそれはないと思います。うん、になっているそうですね。じゃあ、野宮さんは、まあレズビアンということをオープンされていますが、何かこう思うところがありますか、そのことについて。そうですね、まず、ちょっとゲイとレズビアンの比較で、ゲイの方が露出度が高いんじゃないかということについては、ちょっと私もはっきりこうだっていう理由の一つもあるかなと思うんですけども、それとも MTF と FTM みたいな話をされましたね。こちらも含めつつです。だから、FTM の人がとか、女性のレズビアンの方が出るのが好き。私は逆にその日本がすごく FTM の湿度が高いというふうに思うんですね。まあ、生物性障害ということで、最初に僕が埼玉医科大学に FTM とかでしたし、それから3年 B 組金八先生とか。で結構そういうところも病院の受診者数は FTM がすごく多いっていうことにつながったりしますね。であと例えばもしその方が言われているのが、テレビのタレントさんといいますか、例えばニューハーフさんのような、仕事されている方についてその MTF の当事者が多いんじゃないかと言われているのであれば、それはやっぱり職業的問題がすごく大きくて、FTM の方が比較的その外見とかも割と地味やすいというか、ね、社会的にも経験がされやすいことがあって、あえてそういう職業に選ばれたということなんですが、やっぱり伝統的にどうしても MTF とかそういうところしか基盤がなかったということがあって、そういう小ビジネスにつく方が多い。でそれが当然小ビジネスとかであれば、メディアとかにもそういった自信の形としてあるということは、まあ、あるというのかもしれないです。はい、これはむしろ逆に聞きたいんですが、